お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですね、ネックレス類を紹介したいと思っております。こちらの方はですね、ストップライトのネックレスですね。ですね、こちらの方はですね、ホットバイクの雑誌を見まして、即座に買いに行きました。で、なかなかオーダーしてもらえないというのも知っておりましたので、ご本人のものを譲っていただいて買わせていただきました。でですね、その当時なんですけども、この S ネックレスなんですけども、 S トップとも言うんですかね、本当衝撃的で、もう即座に買いたいと思いまして、買わせていただきました。でですね、メタルですね、ゴールドのメタルがついておりまして、こちらの方ですね、こちらの方にもメタルが打ち込まれております。で、ティーバーの両サイドの先端ですかね、こちらの方も、両サイドゴールドが入っております。ですね、いつ買ったのか、ですね、2009年ですかね。そうですね、年号ってもらえると本当助かりますよね。時に買ったと思います。でですね、こちらの方ですね、シリアルナンバー見せれないんですけども、本当これ分厚いでしょう。くり抜きなしです。全くくり抜きなし、くり抜きがありません。本当銀の塊と言いましょうか。本当分厚いです。これがですね、本当もう僕にとって衝撃的だったので、本当乗り物とかとか乗るときに、前回にも話しましたが、お守りのように使うのも本当最適ないいアイテムでした。でですね、そんなに重たくはないんですけども、まあ、普段でも使えると思っております。すいません、このボロボロなパーカー着て本当申し訳ないんですけども、もう30年以上 D のパーカーですね、こちら着ております。ボロボロなんですけども、これも好きなんでね、ずっと使っております。で、ちょっと話は変わるんですけども、ですね、僕前の会社ではタクシー通勤をしてたんですよ。行きも帰りもタクシーで通勤しておりました。で、今の会社なんですけども、比較的に近いところにありまして、歩いて行き帰りしてるんですよね。で、まあ、その理由も、実はですね、腰の方を、骨折してたことが判明しまして、で、その前にですね、いろんなとこの整形外科の病院で見てもらって MRI 撮ったんですけども、で、なかなかその痛みが取れないということで、あちらこちらの病院行ったんですよね。で、人づてで、サッカー選手の方が来られる有名なとこの整形外科の方に行ったんですよね。そこでまた MRI の本当の、最新の MRI 機で、腰を取っていただいたんですよね。で、その時で判明したんですよね。骨折してたんですよね。で、しかもその時は若い頃に骨折してましたよということで、それでようやく痛みの、なぜ痛みが起こったのかということを詳細に説明していただけたんですよね。要は筋肉が衰えてきて、ずれ込んだということで、それで痛みが発生したということで、まあ、手術には至らなかったんですけども、あとは筋肉をつけてくださいということで、で、今歩いて帰って行き帰りしてるんですよね。で、その時にですね、対向車線ですかね、前の方からパトカーが来ましてね、で、こちらの方をじろじろ見てるんですよ。
でずっとねもう徐行で運転されてるんでしょう、まあ、あのスピードであればジロ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 見てるんですよ。でまあ後ろに行くじゃないですかパトカーがね。でああもう行ったなと思って、まあ、普通に帰ってたんですけども、おそらくね 2,3 分経ってからまたねあの U ターンしてねこちらの方の後ろ僕の背後から来まして、窓開けてこちらをずっと見てるんですよ。下から上まで舐め回すかのようにね。で目と目合うじゃないですか、こちらも見るわけですよ。で何も喋ってこないんですよね。まあ巡回してることはありがたいことなんですけども、なんかね一言ぐらい声をかけて欲しかったですよね。まあ怪しい雰囲気を持ってたんでしょう。で夜遅かったのもありますし、そうですね、一言ぐらい声をかけてくれてもねいいと思うんですけどもね。まあ話はちょっとそれましたが、ですねごめんなさい、今回はですね、ストップライトの S ネックレスですかねをご紹介いたしました。でですねまたですね何かありましたら何か動画上げていきたいと思っておりますので、何卒応援の方よろしくお願い申し上げます。でまた気軽に見ていただけたら幸いです。ですね、今日も一日ご苦労様でした。本当にお疲れ様でした。失礼いたします。ありがとうございました。